Welcome back to another episode of Persona 5 Scramble. We're ready to send the calling card. I've done some stuff, but there's a couple things that I want to do here. Including check into the film. Because we should make sure that we have personas that we need here. ようこそ、ベルベットルームへ。新しい自分の目覚めです。Okay. So, there's a bunch of stuff that I can't make right now, but I don't have stuff. Sure、新たな力が得られるようです。So I want to keep the zeal. 継承する好き。Yeah. And we probably want to keep Sai.このペルソナで聞き。では、始めましょう。Unfortunately, I can't get yet. Never registered a Jack Frost. That's something that needs to be done at some point, isn't it? お悩みですか? I'll fuse another Wapo. That way. 継承するスキル。このペルソナで聞き。では、始めましょう。Just to clear up some space in the, the persona inventory there. Okay. Now that does give me some chances, which should be nice.Would be a good idea given that a lot of things here are weak to ice. So, yeah. 継承する好き。Out of these. このペルソナでよろしい。生まれ変わりなさい。That's all I can do right now. I can't get to Tanka. I'm pretty sure I'm not. 今のあなたでは扱いきれないかと。 Yeah, for that. So I can't get this either. Because apparently we've got some level issues. Actually, 強化をご所望ですね。どの程度力を注ぎ込みますか?この強化でよろしく。よし。合体を行うのですね。強化をご所望ですね。どの程度力を注ぎ、この強化で。仮面の力によりペルソナが成長しました。新しい自分の目覚め、新たな力が得られるようです。継承するスキル。
Cure all for ailments and might be helpful, but we'll go with the wide ranging of skills, and then I will do that. That's fine. このペルソナで。では始めましょう。強化をご所望ですね。Actually, no. It's probably fine. So we'll return. では、ごぶうを。Just in case I get destroyed real bad and I figure out I don't have something I need, I can always.書くか。Save it. Let's send that call. Oh.夏目先生、おはようございます。今日もたくさん集まってますね。先生、ちょっと。何ですか？なんだこれは。それが書店員が店を開けに来たらもうこの状態だったらしく、警察に連絡したところ現場保存でそのままにということで。巨色のペテン師、夏目暗号殿、他者を貶め着想を盗み私腹を肥やす滞在人、仮初めの王冠で悪行を重ねる貴様を我々は感化しない。貴様が奪った人々の願い、今宵我々が頂戴する。バカバカしいにも程がある。くそ、くだらない、こんなもの。俺はキングだ。信者どもは俺を崇拝している。だがそれはあの願いが俺の手元にあるから。違う、あの願いこそが俺の力の証明。私はせん、私はせんぞ。来るならば来い、全員まとめて叩き潰してくれる。よし、これで奴が予告を認識したはずだ。刑事さん、いろいろ手伝ってくださって助かりました。ああ、これで俺もとうとう怪盗団の片棒を担いじまったってわけか。今さら何言ってんだ。取引持ちかけてきたのはそっちじゃねえか。褒美にこれからはおっさんではなく、なるべく善吉と呼んでやろう。うん、長谷川警部補というのも長いからな。結構呼びやすいかも。じゃあ今日からはなるべく善吉さんですね。よろしくな善吉。もうどうにでもなれだ、畜生。とにかくこれで願いも実体化して宝石の形になったはずだ。奴の奪った願いを頂戴して人々に返す。そして奴の歪んでしまった心を正してやる。
Alright. Let's make sure our party is set up. Indeed it is. Let's get started. リコ、奪われた願いを盗み出す。そんで、夏目を改心させるぞ。よし、到着。んじゃあ、こっからどうする？何か気になるものがあるね。夏目の像が倒れてる。あれ伝って上に行けそうだぞ。よし、願いも実体化しているようだな。遅かったな、怪盗だ。いや、悪しき勇者たちよ。ようやく会えたな、魔王さんよ。あんたがみんなから奪った願い、返してもらうから。愚かにすぎるな。己の置かれた状況さえわからないとは。奴のいでたち、間違いなくプリンスオブナイトメアの魔王だな。いかにも魔王って感じだね。四天王の人たちは普通の服だったのに。てか今思うと、あいつらの扱い雑すぎだな。貴様らはわざわざ我の罠に足を踏み入れたのだ。ここは我による我のための世界。難罪の魔王が偽善の勇者に鉄槌を下すために作られた空間。この場所において貴様らはハムシ以下の存在に過ぎん。自らの悪行を懺悔しながら汚い悲鳴を上げて死ぬがいい。願いを奪って好き勝手してたことを棚にあげてよく言うわね。お前が魔王だってんならよ、勇者の俺らにやられんのが筋だろ。ふん、貴様らはその偽善を振りかざし、どれだけの魔族の命を奪ってきた。わあ、完璧に主人公の魔王様になりきってるなあ、こいつ。オタクはいい、さっさとかかってこい。どれだけ虚勢を張ろうと貴様は恐れている。その偽りの玉座を奪われるのをな。なんだと？そのハリボテで作られた幻想、俺たちが打ち破ってやる。こいつも俺をコケにしやがって。いいぜ、そこまで言うなら見せてやろう、俺の真の力。思い知れ。気をつけろ、こいつは手強いぞ。
It looks like something out of Yu-Gi-Oh! Okay. Let's, get those technical hits in.頼んだ。上昇か。
いただいていく。追撃するぞ。ペルソナ。ジョブだ。ペルソナ。ジョーカーの追撃がヒット。あいつ拾っていいか。オーケー。ぶっ飛ばす。見せてやる。バカな。人間どもがちょこまかと。才なき者が才ある者の邪魔をする。その愚かさがわからんか。その言葉、こんな感じか。そっくりそのままお前に返そう。才能がないというのか。他者の言葉を横取りしたまがい者の頬に才能を見出せ。今のお前はありがたい。己の魂も誇りも投げ捨てた三流以下の作家だ。魔王さんよ。待て、お前に世界の半分を。魔王の衣が魔法の鎧が。いいな。あれが本体なの？みたいだな。結局あいつ自身も全部ハリボテだったってことだ。これまでだ、夏目暗号。何の苦労も知らないクソガキどもが。まだだ、俺にはまだ作家としての名声がある。大賞を取って本だって売れた俺がまだ。お前はそれで満足か。人を欺き洗脳までして手にした栄光は本当に、お前本当のお前は何のために、何を欲して小説を書き始めた。俺はクソが俺だってな、俺だって頑張ったんだ。読んで、寝る間も惜しんで読んで、書いて、死ぬ気で書き続けた。なのに、俺がそうやっ
って必死に書き上げた小説は夏目漱吾の孫が書いた小説に過ぎなかった。誰も認めてはくれなかった。俺の努力を、俺の作品を、俺自身を。どいつもこいつも上辺に踊らされるクズばかり。認めろよ、夏目暗号の努力を認めろよ。認めてやる。お前が必死に小説を書いてきたこと、俺が認めてやる。創作というものはどんな分野であれ孤独だ。お前はその孤独と戦い続けていた。歯を食いしばり、己の魂を込めた作品を何度も何度も出版社に送った。その努力を、その精神を俺が認めてやる。いかに技術や発想が優れていても、戦いを放棄し、去る者は多い。諦めず、何度でも作品を生み出せる。それはどんなものより優れた才能だ。かつてお前は、確かに戦い続けていた。それだけだから、また一から這い上がってこい、夏目暗号。まっさらなキャンバスにこそ、描ける絵もあるはずだ。俺もみんなが信じてくれたからこそ、自分が進むべき道を選べた。己を偽ることをやめ、一からやり直すことができた。今度は俺がお前を、この世界にたった一人だとしても信じていてやる。小説のような多くの人の心をつかめるような作品を、みんなに誇れるような素晴らしい小説を必ず書いて。ああ、一人の読者としてお前の作品を楽しみに待たせてもらおう。本当バカだな俺は。どうして忘れてたんだろう。俺が本当に欲しかったものは、鳥かごが崩れる。さあ脱出するぞ。とりあえず終わったな。ミッションコンプリート。取り返した願い、みんなのところに帰ったかな。多分な。ちゃんと鳥かごの外に飛んでったし。念のため町の人たちの様子を確認しておきましょうか。ああ、だがやはり今回もジェイルは崩れなかった。ジェイルはパレスと違う。
これはもう間違いなさそうだな。ま、それはまた後で考えようぜ。あ、行こう、みんな。なあ、さっきから何かざわざわする。これは一体何だ？私にもわからない。夏目は必死で頑張ってたのに、途中で間違ったことを始めた。夏目はおかしなやつだ。もう一度這い上がるって言ってたな。ユウスケは夏目が間違ったのは一人だったからと言っていた。そのことを考えると胸のあたりがざわざわする。たくさんの人がおかしくされて、夏目は倒すべき敵だったのに、この感覚は何だ？ユウスケと？そうか、だからユウスケは夏目を助けたのか。夏目があんなことをした理由がとても悲しかったから。なんとなくわかった。悲しみは人を苦しめるが、救いもする。人間と人間が支え合うきっかけをくれるんだな。任せろ。さあ、私たちも行こう。でもうすぐ七夕祭りじゃん。なのに彼氏予定入っちゃってさ。そういえば貸してた漫画読み終わった？次借りたいって子がいてさ。多分だけどいい感じなんじゃない？ああ、誰一人夏目の話をしてないな。これでいい。偽りの力で手に入れた栄光などあいつにはふさわしくない。これもユウスケが彼の目を覚まさせてあげたおかげね。なかなか活かしてたぞ、お稲荷。お稲荷大明神だ。ご利益あるぞ。ありがたい。ありがとう、みんな。だが安心はできん。まだ本人を確認したわけじゃない。今はとにかく動向を見守るしかなさそうだな。はあ、じゃあ一段落したってことでお風呂にでも行かない？もうクタクタで。そうだね、少しリフレッシュしてから車に戻ろうか。ってことでソフィア先生お願いします。 OK、 一番いい風呂屋を探す。皆様、本日は会見にお集まりいただきありがとうございます。こうした場をご用意しましたのは、皆様にご報告と謝罪をさせていただくためです。まず切削プリンスオブナイトメアが受賞した爽快者大賞につきまして、賞を返上させていただこうと考えております。またこれまで発行した書籍も全て回収、返金措置を取らせていただきます。理由といたしましては、プリンス・オブ・ナイトメアの受賞は私が
夏目総吾の孫であることのみを理由に決定された、いわゆる八百長だったためです。同作品の内容も数ある人気作品から内容を表説盗用したものに相違ありません。加えて病気の女性のためなどと嘘のエピソードで皆様の同情心を煽り、私はその話題性だけで不当な売り上げを手に入れておりました。この件を皆様に謝罪するとともに、返金と活動の自粛をさせていただきます。この度は大変なご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。ちょっと先生、何を勝手なことをおっしゃってるんです。おい、この会見は中止だ。解散解散。下がっていてください。これは僕なりのけじめなんだ。なあ、おかしくないか。この会見まさか夏目先生の独断で。編集部が夏目先生の経歴や心情を利用して人儲けしようとしたんじゃ。あ、おい、なんだ君たちは。俺は許さないぞ。君はパーティーの時の、あの時は本当にすまなかった。逃げることは許さないぞ、夏目暗号。帰ってくるんだろうな。分断に戻った時には他でもない夏目暗号の小説を読めるんだろうな。次はみんなに誇れるような小説を読ませてくれるんだろう。ありがとう、ありがとうございます。なんだあの子たち。私はこの件を反省した後、いつか必ず戻ってまいります。たった一人でも私の物語を読んでくれる人がいる限り、僕はずっと小説を書き続けたい。かつて僕が祖父の小説によって救われたように、誰かの心を救えるような、そんな作品を。会見に乱入とは恐れ入ったぜ。無知。すまない、どうしても声をかけておきたかった。ま、いいけどよ。じゃあ俺は行くぜ。夏目暗号の事情聴取をしなきゃならん。そっか、謝罪して終わりじゃないんだもんね。善吉が仕事してる。なんか本当の警察っぽい。恋じゃなくて警察だ。すぐ済むから先に車に戻って待ってろ。んじゃ俺らは引き上げっか。そうね、あとは任せましょう。少しいいか。実は夏目暗号について気になることがあってな。確かに奴は悪事を働いた、その事実に間違いはない。しかしまだらめのような、パレスの主ほどの悪人だったのだろうか。あの編集者たちの言葉など無視していれば、道を誤ることもなかったんじゃないのか。それとも同じ表現者として俺が同情しているだけなのか。どう思う？お前もそう思うか。
だとすればジェイルとは何なのか。いや、ここで悩むことではないか。引き止めて悪かった。さあ、俺たちも車に戻るとしよう。行くぞ。At least we'll return to the park. And we'll pick up in another bit. Nah. So we'll see the final resolution for this another time. Knowing this game, if I let that go, we would be here for another 20 minutes. And well, I don't mind putting out another movie episode.I probably don't want to be doing that too much. So until next time, thank you very much for watching. Until the next episode, I'll see you then.